こんにちは。阿蘇市食生活改善推進員協議会一宮支部です。今日は里芋と辛いもの串団子を作ります。教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして器はこちらです。阿蘇市黒川にある阿蘇坊釜さんから作品を貸していただきました。阿蘇坊釜さんのご紹介は番組の最後にありますので、ぜひご覧ください。では大空さん、はい、今日は里芋と辛いも、はい、ということで、はい、芋づくし。そうですね、季節的にも、ね、なるほど、取れますから、うん、これからね、美味しい季節になりますので、はい、では早速作り方を教えてください。はい、お芋をですね、はい、茹でるんですね。少し水をですね、ここにで、そこに柚子胡椒をですね、あんまり入れるとちょっとこう辛くなっちゃう、嫌いな人はピリッとくるけど、まあ少し入れておきますね。はい、きな粉ですね、はい、黒砂糖、これに塩をちょっと一つまね。大沢さんよく平気でしたね。これ結構熱いですよ。それぬるいですよ。結構熱い。やっぱね、経験が違いますね。ちょっと大体3センチぐらいだけど、こうして、はい、でここにこれを入れて、でこれ包んでいくんですね。こうしてここでしてもいいんですけど、これはやっぱり芋が完全に冷めてからのがいいですね。今日はちょっと慌てましたけど、あ、でもいい焦げ目がついてますね。うん、だいたい転がすといいですね。うんうん、じゃあすいません、柿の葉を取っていただいてもいいですか。あ、ありがとうございます。では、いつものごとくメインのお料理の他にもいっぱいご用意していただきました。では早速いただきます。いただきます。おいしい、お味噌と合いますね。柚子の加減を入れましょう。バッチリつけた、つけましたよ、これ。これがそうですね。おいしい。地産地消クッキングでは、阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市房中黒川にある阿蘇坊釜さんの器を使用しています。阿蘇坊釜さんでは阿蘇の自然のものを使用し、阿蘇を表現した個性光る作品が揃っています。